船木正和です。今回も質問フォームになります。プロレスの実況についてお聞きしたいです。試合中継のある時とない時でレスラーの気持ちや試合内容は変わるものなのでしょうか。また古舘さんの実況で試合がどう色付けされていたと思いますか、という質問になります。はい、中継がある時とない時、自分が経験したのは、全日本プロレスと新日本プロレスで、新日本プロレスと、全日本プロレスなんですけども、中継ある時ない時で、試合の内容、気持ち内容変わるか、変わると思います。昔新日本プロレスにいた頃ですね、自分が若い頃なんですけども、その時は、自分の試合はですね、ほとんどそのテレビに映りませんので、大体同じ試合ですね、本当に毎日のように同じ試合なんですけども、やっぱりその、上の人の試合というかですね、カードもですね、やっぱりそのテレビ中継、地方の巡業を見たお客さん、ファンの人だったら多分分かると思うんですけども、カードもですね、テレビ中継がある時の方がなんとなくというか、明らかにその見たい、すごく注目されるカードが組まれてますので、どうしてもやっぱそっちの方がレスラーも気持ちが入ってしまうというかですね、あとそのテレビ中継、体育館、普通のその体育館ですと、やっぱ何百人もしくは千人、千何百人、そんな感じでこう収まってしまうんですけども、テレビ中継になると全国が見ている、そういうなんかその緊張感もあるんですかね。照明もですね、変わります。地方ですと上からこうただこう照らすだけなんですけども、櫓みたいにですね、こうすごく明るい櫓みたいなこの粉、作って、ですごく明るいこうライトをこう照らしてですね、それもやっぱりちょっとこう緊張感がまた高ぶるんですかね。なんかテレビ中継用のそのライトに照らされて試合をすると、ちょっとこう緊張をするかなという、そういう気持ちがありました、自分もですね。で、自分は20歳からですね、UWF にその移籍をしまして、それでそこからはパンクラスも含めて大体月に1回のペースでの試合に変わってしまいましたので、ほとんど毎回同じ気持ちで試合してました。テレビ中継もありませんし、ビデオで撮影して、それで後でこう販売する、そういう形ですので、それでもですね、最後はもう本当にワンクールに1回とか、ヒクソン戦なんかも本当に半年時間かけてその1試合したって、そんな感じなので、やっぱり それぐらいその中で合間が空けば空くほど、なんかその特別な気持ちになってくるというのも事実だったかもしれません。なので、同じ試合、毎回同じ気持ちで試合というよりもは、やっぱりその試合に入れるその思い込みというかですね、その気持ちというか、それがなんかその長ければ長いほど強くなるような、なんか特別なその気持ちの入れ方になる、そんな感じに思いますね。で、40歳、一度その引退しまして、それで40歳からまたそのプロレスに復帰して、全日本プロレスにその参加して、で巡業また始まったんですけども、それまでのその癖というか、1試合、1球入魂じゃないですけども、1試合入魂のその試合をずっとこう20歳からやってきた成果ですね。なんかその最初のそのプロレス再デビューの両国国技館で、武藤さんとタッグを組んだ、その試合はその1試合入魂の試合がなんとなくこうできたんですけども、そこから先ですね、こう巡業というのをちょっとこう忘れかけていた感じで、それで巡業に、その後楽園ホールから始まって、そこからその巡業に行くんですけども、最初のその後楽園ホールで半分力尽きてるというかですね、ぐったりして、それで次の日から巡業に行くっていう、最初の頃はなんかそんな感じで、巡業が本当にもう最初なんか辛くてですね、
最初の1試合2試合ぐらいはちゃんとこうできてたんですけども、だん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 辛くなってきて、それでこう、最後は本当疲れ果ててしまう、そんな感じだったんですけども、それもですね、全体途中からもう半年ぐらいしてからですね、それも分かってきて、それで途中からはこう均等に、できるだけ均等にですね、その気持ちをこう分けるというか、まあ、10試合分こう一つ一つこう均等にその気持ちを分けて、その試合をするようになりました。なので、まあ、途中からは、まあどの会場もですね、同じ気持ちでこうやっていたような、そんな記憶があるんですけども、それでもやっぱり大きい会場ですとかですね、あとはその、まあ、全日本プロレスガオラがありましたので、まあ、ガオラで中継の時なんかはちょっとこのいつもとはちょっと雰囲気も違いますし、あとはその、まあ、大きい会場ですとそのお客さんもちょっとこういつもよりもちょっと多くなりますので、そのお客さんの気とかですね、あとはその自分と戦う相手もすごくその意識、それを意識してこう戦っている場合に、自分もつられてなんかその気持ちがいつもよりもその入ってしまって、そういう感じになったことは何回かあるなという、そういう思い出があります。なので何が違うかっていうと、やっぱりそこに集まったそのお客さんとかですね、その集まった人間の気持ちがですね、まあ多ければ多いほどその戦うレスラーもそれにつられてこうハッスルしてしまうというか、なんかいつもとは違う気持ちでですね、その戦ってしまうというか、まあ、全てそこに集まっているお客さんたち の気持ちがですね、全てをその変えるその要素があるんじゃないかなというふうに思いました。そして古舘伊知郎さんの解説実況ですね、実況でその猪木さん、藤波さん、そして長州さんたちのですね、試合がどう色付けされていたかということなんですけども、普通に、まあ、巡業ですね、そのテレビ中継のない、まあ、普通に会場で見てる場合は本当普通にプロレスでただの戦いなんですけども、普通に戦い見てる分にはそれぞれが多分空想とか想像とかしながらそれでその戦いを見てると思うんですけども、テレビを見てるとその古舘さん その実況がこう流れてきますので、言葉でですね、その戦いにその意味をその持たせていたという、そんな感じがしますね。やっぱり藤波さんの気持ち、長州さんの気持ち、そして猪木さんの気持ちを、まあ、古舘さんなりに代弁していて、まあ、いろいろなその言葉をですね、すごく、まあ、巧みに使ってプロレスをちょっとこう戦いってまあ結構野蛮なものだと思うんですけど、その野蛮なものにその言葉というそのなんかなんていうんですかね、文学性というかをこう加えて、芸術的にですねそのこう持っていくという、プロレスイコール格闘芸術って、そういうその高い位置にですね、その持っていってくれたように思います、古舘さんの実況がですね。まあ、自分と古舘さんなんですけども、古舘さんがちょうどそのワールドプロレスリングを、卒業して、そしてフリーになられたのが1987年の3月です。で、まあ、その頃は、まあ、自分もそのデビューはしていたんですけども、テレビに映るその試合をしてませんでしたので、まあ、自分がの試合を古舘さんが解説をしたという記憶は全くありません。で、まあ、船木というレスラーもあんまりそのなんかその目に留まっていないというかですね、高田さんとか、あとはそのライガーさんですね、ライガーさんのことをすごくなんかまあ、猪木さんもちろんで、藤波さん、長州さんもちろんなんですけど、その次は高田さんとか ライガーさんですね、ライガーさんのことを結構その買っていたという感じで、いろいろその高田さんとかライガーさん、古舘さんとこう会ってお話とかもしてましたので、なんかすごく
あ、古舘さんこの2人のこと好きなんだなっていうふうに、そういうふうにこう感じていました。でまあ自分の試合は実況してくれたのはその次の保坂さんですね。保坂さん、多分自分が新日本プロレスから海外に行って、で帰ってきた時も保坂さんがまだやられていましたので、もしかしたら保坂さんが自分をその海外から帰ってきた船木をですね、実況したいと思って待っててくれたかもしれないんですけども、まあ、残念ながらですね UWF にその移籍をしてしまいましたので、それは叶わなかったんですけども、なんですがたまたま保坂さんと、どっかでですね、保坂さんが確か車に乗っててですね、自分がもう歩いてる時にちょうどこう遭遇して、もう UWF に行くっても決まって発表もされた後ですね、船木 UWF に行っても頑張れよってこう車からですね、保坂さんがこう自分にこう激励というか言ってくれたのを今でも覚えてます。ちょっと残念なことをしてしまったなと思うんですけども、古舘さんは全然新日本プロレスの時は全くなんですかね、関わり持てなかったので、まあ、自分としては保坂さん、自分の試合、新日本時代の実況してくれた保坂さんの方が結構強いです。そして、1987年に古舘さんがそのワールドプロレスに卒業されて、そこからですね、なんと15年後の2002年ですね、9月27日、第10回、筋肉番付、スポーツマンナンバーワン決定戦という、まあ、いわゆるそのタレントさんとかですね、芸能の世界で、スポーツマン決定戦を行う、そういうテレビ番組が結構流行りですね、まあ、その第10回にその自分もその、まあ、引退して、まあ、2002年引退して2年後にその出たんですけども、第10回です。その時にですね、なんと実況をしてくれたのが古舘さんで、まあ、そこで初めてその、まあ、自分のそのパフォーマンスというか、まあ、プロレスじゃないんですけども、まあ、自分が動いてる姿を、古舘さんにその実況してもらった、まあ、そこがまあ最初で最後かなと思うんですけども、その時に古舘さんとお会いして、休憩時間ですね、お会いして来てくれて、それで船木選手ヒクソン戦見ました、大変素晴らしい試合でしたってこう言ってくれたのがですね、すごく嬉しくて、まあ、それがもう本当に自分と古舘さんのですね、まあ、初めてその自分が古舘さんに実況してもらった瞬間でした。そしてですね、一つだけ古舘さんの、自分が新日本プロレスに行った時の古舘さんの、思い出が一つだけあります。これ本当に忘れられない、未だにこう思い出すんですけども、1987年 3月に卒業されます。そのちょっと前ですね、最後の確か地方巡業のですね、テレビマッチの最後が確か、まあ、自分の記憶では名古屋だったと思うんですけども、その名古屋のテレビマッチ収録終わった後に、打ち上げがありました、まあ、どっかの、まあまあ、お酒飲む場所だったと思うんですけども、まあ、打ち上げがありまして、まあ、それで古舘さんがもう地方で最後だということで、みんなで集まってですね、それで別れ会とか卒業パーティーみたいな形で、卒業パーティーですねみたいな感じをしてあげました。で、まあ、そこに自分もいたんですけども、レスラーの飲み会ですから、高田さんがいました。高田さんがいて、まあ、高田さんが多分一番その、まあ、温度を取ったんだと思うんですけども、高田さんがいてですね、それでとにかく飲みました。なんか途中からですね、プロレスラー飲みというか、氷を入れる入れ物ですね、氷の入れ物にビールをついで、それでこうみんなでこうな回し飲みみたいな感じでですね、こうやってたんですけども、結構酔っ払って古舘さんもかなりその酔っていたと思います。そして最後にですね、高田さんの、発案で、古舘さんにビールかけをしようと、プロ野球の多分ホームランの後ですかね、そんな感じのノリだと思うんですけども、
そして、まあ、なんかのノリですね、古田さん ありがとうございましたみたいな感じでパーッと1人かけたら2人3人4人5人もう全員がもうビールかけて、そこの店どうなってたのと、誰が掃除したのかなっていうぐらい多分びちょびちょになったと思うんです。それ以上にですね、古田さんがもう頭のてっぺんからもう本当にあのズボンまで全部そのスーツですよ、もう本当にあのこれしかないっていう、これで来てこれで帰るんだって、そういうスーツなのに、そのスーツがもうべちょべちょです。もうビール臭い、本当にビール臭い感じでなって、途中最初のあたりはあーってなったんですけども、まあ酔っ払ってますし、あとはもうこれでもう最後だなっていう風な気持ちにもなったと思うんですね。なのでもう観念して古田さんももうかぶってました。なんですけども、結構そうですね、まあ、それ朝方、まあ、朝方も3時、確か3時ぐらいまで多分いたと思うんですけども、まあ、その後朝一のおそらく新幹線で帰ったと思うんですね。なんですけども、どうやって帰ったのかなと、いまだにちょっとこうあの不思議な、どうやって帰ったんでしょうかね、古田さん。あの誰かに服か、かでもあの時間服なんか売ってませんし、ズボンを履いたとしても上はちょっとこうかなり酒臭くなってますので、多分上は多分違うのを着て帰ったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただ3月ですから、まあ、まだそれほど暖かくもないので、かなり結構大変な、移動になったような気がします。どうしてたんでしょうか。あの本当にそれはちょっとあの不思議、未だにちょっとこう思うんですけども、何十年も前の話なので古田さんも覚えてるかどうか分かんないんですけど、多分このことだけはおそらく未だに覚えてると自分は思ってるんですけども、いつかあのどっかでお会いした時にちょっと聞いてみたいと思います。はい、そうですね、古田さんの実況はあのプロレスにそのプロレスを高い位置にですね、格闘芸術の位置までその持ち上げる力がありました。あのこの人のですねに似ている実況、もしくはそのこの人に近い実況はあるとは思うんですけども、この人を超える実況をする人はあのいないと自分は思います。あのオンリーワンですね、もう本当オリジナルの実況、プロレス実況者だと思っています。古田さん、これからも頑張ってください。以上です。今回は、プロレスの実況について、そして古田さんの実況で試合がどう色付けされるかについてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。